クレープの作り方を紹介します。材料は牛乳と卵とフラワーと塩とバターと砂糖とチーズとスピナッチです。最初に塩と卵を4つ混ぜます。それから牛乳とフラワーも同じボウルに混ぜます。それから砂糖とバターはボウルに入れます。クレープのバターはフライパンに入れて焼きます。クレープをフリップして少し焼きます。卵を一つ暗くしてフライパンにスクランブルします。チーズとチーズをフライパンに入れて混ぜます。最後にスクランブルエッグはクレープの上に入れてフォルドをします。そしてクレープをできました。じゃらー。野菜がありますからとても健康的ですよ。